はい、皆さんこんにちは。江戸幕府の続きいきたいと思いますよ。幕政改革といって幕府の政治を改革するという話をしていきます。ちょっと長くなります。で、幕府の政治なんで改革が必要になったのかというと、皆さんこの人覚えてますか？第五代将軍徳川綱吉という人物ですね。この人が生類憐れみの令なんかを出して、生き物を大事にしましょうってね、犬御殿を作ったりとかっていう風にしましたよね。で、さらに元禄文化をね保護するという文治政治という文化的な政治をして、そこにお金をいっぱい使うということをやってしまいました。その結果、深刻な不況に陥ったわけですね。で、困った徳川綱吉は何をしたかというと、貨幣価値を下げたんでしたね。そうするとより深刻な不況というふうになります。で、不況になると改革が必要なんですよ。そこで改革だと言って出てきた人がいます。これが新井白石という人物で、第6代将軍家信、第7代将軍家継に仕えた学者です。で、この人が改革をした。この人の政治を特に聖徳の治というふうに呼んでおりますが、その内容は生類憐れみの令を廃止するとか、貨幣価値を元に戻すとかという内容でした。これ皆さんよく考えてみて、すごい改革ですかこれ？って言ったら大したことないですよね。結局、第5代将軍の綱吉がやったことを元に戻したっていうだけの話ですよね。だからもっとすごい改革しますよっていう人が出てくるわけですね。これが第8代将軍の徳川吉宗という人物です。この人に協力をしたのが江戸の町奉行である大岡忠相という人物になりますが、この二人も超人気者です。例えば、吉宗は暴れん坊将軍、大岡忠相は大岡越前っていうね、有名なテレビドラマになって大人気です、今でも。で、この人たちが、1716年、享保の改革という改革をしていきました。メインは、飢饉対策という風になります。天候が悪くてお米が取れない。っていう状況ですね。それに対してどんな対応をするのかっていう風になると、例えば農村に米蔵を作って、そこに米を貯めておく。で、飢饉の時はそこから取って食べるとかですね。あと、米がないんだったら、さつまいもでお腹を膨らませましょうと言って、青木昆陽という学者にね、さつまいも研究をさせたりという風にして、とにかく飢饉対策がメインだったので、この徳川吉宗、あだ名がつきました。はい、米将軍というあだ名がついたわけですね。なので、この語呂合わせもですね、稲ヒーロー登場というね、ちょっと米にちなんだ語呂合わせにしてみましたよ。で、ただ、享保の改革、もちろんそれ以外の改革もあります。例えば、上げ米のせいといって、年貢の率を上げてしまう。これは農民にとっては苦しいですね。まあ、その代わりね、参勤交代を緩めるで、大名にとっては楽になった。っていうふうにはなります。あとは、くじ方お定め書きといって、裁判の基準を決めました。ので、裁判官がね、気に入る気に入らないで、死刑とか無罪とかっていうふうになってたのが、同じ罪だったら同じ刑罰というふうになるんだよ。というくじ方お定め書き。というのが作られました。で、さらに農村に目安箱という箱を置いて、農民の意見をたくさん取り入れようとしました。じゃあ当時農民の意見、どんな意見があったのか。例えば、飢饉対策をもっとしてくれとか、年貢の負担を減らしてくれ、ね、特に上げ米のせいで苦しくなってますからね、金が欲しいとかですね、っていう、もう昔の人も今の人も大した変わらないわけですね、希望というのは。ね、お金が欲しいんだったら、じゃあ商品作物を作ればいいというふうになりました。商品作物って何かっていうと、例えば生糸とかお茶とかって自分たちでは食べたり、使ったりはしないんだけれども、お金を得るために、ただ売るために栽培する作物というものを作ったんだよって言って、お金を手に入れたというふうになります。だけど、度重なる飢饉が起こってしまったので、農村では百姓一揆といってね、農民たちの一揆が起こってしまいました。この百姓一揆、ちょっと江戸時代ともなるとね、いろいろ対策をしてきて、こんなからかさ連番状といって、一揆に参加した人のこれ名簿なんですが、丸い形になるように名簿を作られてるわけなんですね。これは横に並べてしまうと、一番端っこの人がリーダーだろうっていう風になる。でも丸くするとリーダーが誰なのかわからないっていう、そんな工夫があったりします。で、農村では百姓一揆、じゃあ都会では打ち壊しといって、商人のね、蔵とかを襲ったりしたわけですね。ということで、やってることは一緒なんですが、農村では百姓一揆、都会では打ち壊しという名前に変わります。はい、でも米がない、金がないという状況になるので、まだ改革が必要ねということで、1772年、いいな、何がの年、新しい改革者
田沼意次という人物が出てきます。この人は第9代家重、第10代家治の老中となった人物というふうになりますが、例えば米がないんだったら、じゃあ新しい田んぼを開発していけばいいじゃないか、田んぼ増やせばいいじゃないかということで、例えば千葉県の印旛沼を干拓したり、あとは蝦夷地、北海道ですねを開拓していったりしました。さらに株仲間を奨励して、商人たちどん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 働いてお金稼ぎなさいよというふうにした。さらに長崎貿易を奨励して、外国に物いっぱい売って、でどん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 お金稼ぎなさいよって言って、とにかくお金を稼げるようになりました。その代わり賄賂を受け取っていたわけですね。さらに天明の大飢饉という大きな飢饉が起こってしまいました。これによって田沼意次は失脚という風になります。じゃあ続いて誰かが改革しなきゃいけないねということで、1787年粋な花の年に松平定信という人物が出てきて、第11代将軍家斉のね老中となった人物なんですが、官制の改革というものを行っていきます。この官制の改革の内容、例えば商品作物は作るなですね、代わりに米を作りなさいとか、農村に帰りなさい、都会に出てきた、まあ、商人の人たちとかね、そういう人たち、農村に帰って米をとにかく作りなさい。で、農村に帰ったら、倹約令といって、厳しい節約をしなさい。っていうふうに命令をしました。だけど、武士に対しては、棄縁令といって、借金を帳消しにしたりしたっていうふうになるわけ。でさらに、朱子学だけ学べという自分が好きな学問ですね、を、みんなに強制した。という、そんな内容が官制の改革ですね。はい。これ、いい改革だと思いますか？これはもう当時の人にとっても超不評でした。さらに、1792年には、ロシアからラクスマンという人が北海道の根室にやってきます。で、この時に、開国したらというふうに提案をしたわけです。鎖国やめたらというふうに提案した。その結果、この松平定信、何をしたかというと、1825年、岩にゴーンという語呂合わせを作りましたが、異国船打ち払い令といって、日本に近寄ってきた外国の船をパケンパケン撃って追い払う。という、そういう命令を出しました。で、外国を怒らせる。というふうになるわけですね。さらにですね、天保の大飢饉というもので、飢饉が起こるわけですよ。で、その時に大阪の元役人だった大塩平八郎という人物が、1837年、いいわ、皆さん、の年に大塩平八郎の乱という反乱を起こすことになるわけですね。で、これが大阪という幕僚で起こった反乱だし、元役人が起こした反乱、ということで大事件になってしまいました。さらに、1840年、人は知れの年、アヘン戦争といって、中国の清とイギリスが戦争を行いました。で、この戦争でイギリスが簡単に勝利してしまったわけですね。で、この時に日本国内ではこんな意見が出たわけですよ。外国船打ち払ってていいんですか？っていう意見が出ちゃったわけですよね。当然、イギリスって弱いと思ってたから打ち払ってたのに、実は強かった。で、そこをバキュンバキュン打って追い払ってていいんですか？反撃されたら負けるんじゃないの？っていう風になって、もうこの人は超不人気という風になってしまったわけですね。だから新しい改革者が必要ということで、1841年、人は良いの年に水野忠邦という人物が出てきました。この人が天保の改革というものを始めたわけですね。内容は、異国船打ち払い令をやめて、薪水給与令といって、外国の船が近寄ってきたら逆に打ち払うんじゃなくって、燃料となる薪とか食料となる水を与えるという、そういう内容に変えました。さらに、上げ地令というふうに言って、武士から土地を没収したりですね、あと株仲間解散したりっていうことで、いろいろと改革をしたんだけど、まあ、結局外国の船はどん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 近づいてくるわけです。特に薪水給与令でね、燃料とか食料タダでもらえるわけですからね、外国の船がどん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 近寄ってきて、開国しろっていうふうに言ってくるわけです。なので改革どころではないっていう風になってしまったわけですね。はい、以上幕政改革でした。ここからはちょっと化政文化という江戸の新しい文化の話をしていきたいと思います。江戸の町人文化です。この前の元禄文化というのは上方、つまり大阪や京都の町人文化だったんですが、大都会である江戸でもね、文化が流行っていったわけですね。それが例えば錦絵、元禄文化の時にあった、浮世絵ですね。それを版画として大量生産できるようにしたというのが錦絵という風になりますが、例えば有名なこの葛飾北斎の富嶽三十六景とかですね、歌川広重、安藤広重の東海道五十三次
とかですね、っていうのが流行ったりしました。この宇多川博重のね、東海道五十三次、ヨーロッパのゴッホにも影響を与えたというのでね、有名な人ですね。で、あとは相撲が流行ったり、これはね、伝説の横綱雷電為右衛門という人ですね。あと歌舞伎が流行ったりしたのもこの頃というふうになります。今でもね、どっちも大人気ですね。で、あとはこの化政文化の頃の文学、南宋里見八犬伝、滝沢馬琴、東海道中膝栗毛、十返舎一句、あとは川柳や狂歌、俳句というのもね、流行りました。唐井川柳、与謝蕪村、小林一茶という人たちが活躍をしました。さらに学問では国学といって日本の古典を研究しましょうという人が出てきたわけですね。それが元折宣長という人物、奈良時代の古事記を研究して古事記伝っていう本を書いたりしました。さらに、長崎の出島でオランダと交流があったので、オランダの学問、蘭学というものも日本に入ってきました。特に医学が有名だったんですが、解体新書といってね、人間の解剖書ですね、そういうのを杉田玄白と前野良沢という人が書いたりしました。杉田玄白、こういう人ですね。で、このオランダの学問他にもありまして、例えばエレキテルという発電機、平賀源内という人が発明したりしました。エレキテルですね。あとは伊能忠敬という人が日本地図を作ったり、もう正確な日本地図を作ったりっていう、こういうのもオランダの学問があったおかげというふうになります。このオランダの学問は長崎にあった鳴滝塾というところでシーボルトという先生がね、日本人に教えていたんだよというふうになります。一般庶民はどんな勉強をしていたのかというと、寺子屋ですね。まあ漢字からわかる通り寺にね、集まって、みんなで読み書きそろばんという三教科のお勉強をしておりました。で、じゃあ武士の子供はどうしていたのというと、藩校といって各藩にね、学校があったので、そこで学問や剣術を学んでいました。でもそれだけじゃ足りないって言ってね、塾へ通う子もいたわけですね。例えば大阪の敵塾とか、山口萩の松下村塾とか、江戸の慶応義塾とかが有名なところですね。慶応義塾はね、今慶応義塾大学というのでね、今でもずっと残っているということを作った人は福